皆さん、こんにちは。イービルメタルチャンネルへ、ようこそ。今回の動画は、2024年2月23日、ついに、ミック・マーズのデビューソロアルバム、ザ・アザー・サイド・オブ・マーズがリリースされたので、そちらについて、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ミック・マーズといえば、世界で、最も薄名高いロックンローレバンド、モトリー・クルーの元ギタリストで長年バンドを支え続けた偉大なギタリストの一人です。しかし、持病である強直性脊髄炎の悪化により、モトリー・クルーのツアーから離脱することを余儀なくされたミック・マーズは、モトリー・クルーを離れ、ソロプロジェクトを始動。そして、ついに、ミック・マーズのデビューソロアルバム、ザ・アザー・サイド・オブ・マーズが完成し、2024年2月23日にリリースされたのです。ミック・マーズのこれまでの壮絶な人生や経験から生み出される本作は一体どのような作品なのかを彼のインタビューとともに話していきたいと思います。できるだけわかりやすくまとめていきますが、海外の記事を翻訳しながらですので、少しわかりにくい場面があるかもしれませんがご了承ください。ミック・マーズはソロ活動と本作についてこのように話します。モトリー・クルーで活動している間、ずっと、ソロでの活動を考えていた。でも、モトリー・クルーが一番の最優先であり、ソロで少し離れたら、またすぐに戻ってくる、程度には考えていたけど、結局ソロ活動に至ることはなかった。2015年のファイナルツアーから数年後にかけて、いくつかの曲を書いていたが、完全な曲を作るのに十分ではなかった。私は、プロトゥールズに、すべての作品を録音しているんだけど、その時に感じたアイデアをすべて保存している。何千曲もあるが、どれもくだらないものばかりなんだ。せっかくだから、ソロプロジェクトのメンバーを紹介するよ。このアルバムを制作するにあたって、私を助けてくれて、最も重要な人物となったのは、ポール・テイラーだ。ポールは、私に、歌詞の書き方や、私の武器や才能を大いに引き出してくれた。実際、彼とは、多くの曲を共作している。ポールは、私がボーカルを探している時に、ジェイコブ・バンドンという友人を紹介してくれたんだ。彼の歌声は、すぐに気に入ったよ。ポールのピアノと合わせると、まるでフレディ・マーキュリーのようだった。4曲目のキーリング・ブリードと、8曲目のアンナウンは、ブライアン・ガンボアが歌っているんだけど、それ以外の曲は、ジェイコブがすべて歌っているよ。ちなみに、ブライアン・ガンボアは、以前、一緒に仕事をしたことがあって、前から知っている男なんだ。ブライアンの歌声は、とても、クリアで、力強い声の持ち主で、最高のボーカリストだよ。このレコードをプロデュースしたのはマイケル・ワグナーなんだけど、彼から、レイル・ジアーという男を勧められたんだ。私は、彼のことを全く知らなかったから、彼のプレイを見ることにしたんだ。そしたら、彼は、コーンのドラマーだったんだ。かなり進歩的で攻撃的なバンドだなと思い興奮したよ。私は、すぐに彼に電話し、彼は、すべての曲をリッピングしてくれたんだ。アルバムのトラックについても紹介していこう。5曲目に収録しているメモリーズは、素敵な光と影を与えているんだ。出会って死ぬまで一緒にいた人々についての思い出を歌っている。音楽とは自分を旅するようなもの。自分が感じていることや考えを見せること。同じことを繰り返さないように努めたり、以前のグループでの出来事を活かしたり、音楽とは人生そのものなんだ。このアルバムでは様々なギターを使用した。ストラト、ギブソン、メロディーメーカー、レスポール、アンダーンでは7弦を使用した。いくつものギターを使用したが、主に白いストラト、イザベラを使用した。私が、このアルバムで、本当に一番好きな曲は、キーリングブリードと、アンダーンだ。今の私の心に近い曲だし、表現力や感触が豊かな、映画的なタイプの音楽だと思う。それと、ボーカリストの2人には、とても感謝している。彼らは、ほとんどの曲をワンテイクで撮っているんだ。本当に素晴らしいパフォーマンスだったよ。このアルバムのライブについて、人々から尋ねられるのだけど、
飛行機での移動や、あれをしたりこれをしたりとするのは大変なことだ。私は、今年73歳、しかも胸直性脊髄炎を患っている、悲惨な現状だ。でも、だからといって、そんなことはできない、と思うのではなく、本気でやらないとダメなんですよ。しかし、残念なことに、この年になると、気持ちは追いついても体が追いつきません。一夜限りのライブなら、100% の力を出せるでしょう。もちろん、音楽は出し続けますけどね。このアルバムを聴いて、人々に感じてほしいことがあるんだ。まず第一に、彼らが曲を気に入ってくれることを願うよ。そして、第二に、私の持つ多才能を実際に見てもらいたい。すべての曲が美しく、素晴らしく、多様性があります。彼らがそれを理解してくれることを願っています。私は、狭い穴や一つのことにとらわれず、多様性を持つためにできる限りのことをしてきた。どれも全く同じサウンドではありません。最後に、私のキャリアでも振り返ろう。私は、クラブで演奏していたことが多かったから、自分に自信がなかったんだ。かなり長い間、音楽活動をしているけど、待ち時間が長すぎたのか、遊びすぎて待ちすぎたのかわからないが、後悔はしていない。私は、世界中を旅して、自分の好きなこと、つまり音楽活動をし、様々な国や、様々な文化などを目にすることができた。それは、私にとって、とても素晴らしいことです。そして、世界中の人々のために、自分の音楽を演奏することは、私にとって、最も素晴らしいことの一つです。さて、ミック・マーズの本作に対する思いや気持ちをざっとまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。自分の才能に自信を持ち、自分の新たな居場所を手に入れたミック・マーズが放つ、渾身のデビューソロアルバム、ザ・ザ・サイド・オブ・マーズ。私はもちろん聴きましたが、このアルバム1枚に、ミック・マーズのいろんな音楽が散りばめられており、彼の言う多様性が、しっかりとアルバムに反映されているなと感じました。アグレッシブな曲もあれば、神秘的な曲やブルース的な曲もあったりと、ミック・マーズの好きな音楽を詰め込みながらも、新たな世代や若い世代にも受け入れられやすいサウンドは、さすがミック・マーズだなと感じましたし、72歳にして、ここまで新しい音楽を作れるのは、本当に素晴らしい才能の持ち主なのは、もちろんのこと、人一倍努力もすごいんだなと思いました。才能と努力の両方を持ち合わせたミック・マーズは、偉大なギタリストであり、最強のギタリストです。ミック・マーズ曰く、トラックの順番にもこだわっているということなので、楽曲のサウンドの良さだけでなく、歌詞や世界観にも注目してみると、より、一層、このアルバムの魅力に引き込まれると思います。個人的に、2曲目のブロークン・オン・ザ・インサイドがお気に入りの曲で、ボーカルの力強い歌声と破壊的なサウンドで、最後はテープもろとも破壊してしまったのか、と思わせるノイズ音で締めくくるのは、センスの塊だな、と思いました。最初は、一瞬、あれ、音割れしてる、と思ったのですが、ああそういう展開か、と驚かされました。ライブはどうなるかはわかりませんが、音楽は出し続ける、ということなので、今後も、セカンドアルバムやサードアルバムと続いてほしいですね。最近のミック・マーズを見ていると、かなり痩せ細っているので心配にはなりますが、熱い闘志は消えていないので、これからの彼の活躍と健康を願いましょう。それでは、皆さん、いいミック・ライフを。